おはようございます。こんにちは、こんばんは。カエデさんちへようこそ。皆さんどうでしょう。オカルトのね、動画とかいろいろと、テレビなんかでもお化けの話だったり、そういうのをね、出してる時があります。皆さん見てるでしょうか。私はね、あんまり見なかったりするんですけど、ホラー映画ね、いろいろとあって、それもあんまり見ないんですよね。あんまり好きではない。もう心臓止まるから止まるからっていうか、止まりそうになるから嫌だし、そういうね、お化け屋敷なんかも行かないんですよ。本当に好きな人はね、そういうところに行ったりとか、冬でもやっているところもあると思うんですけど、そうは言っても、オカルト系のものが結構好きだったりとかして、別物だと思ってるんでそういうホラー映画とかね、オカルトと違うなと思うし、ある意味その都市伝説的な感じで、そういう話で考えに持てちゃいって思えば、できるんだろうけどね。そういうのがね、オカルトといえば、都市伝説系のものも入っているんだけど、都市ボーイーズさんも結構ね、登録して見ています。その関連するものは、YouTube に上がっているものは、登録しています。登録はしてないけど、ちょくちょく見てるよっていうのは、七不思議さん。芸人さんなんだけど、ちょくちょくね、見ています。ちょくちょくって言い方おかしいけど、その相方、一人の方、コンビなんですけど、一人の方が、不思議な体験をすることが多いみたいなんですよね。で、結構その人が見える方で、その見える、霊感があると言えばいいのでしょうかね。それのスイッチが、見える時と見えない時があると。それがね、電気のスイッチみたいにパチって見える方に行けば、見えるんだけど、見えないようにスイッチを入れとけば、ほぼほぼ見えないようにするなっている。ちょっとね、気配とかわかると思うんですけど、完全にね、オフにしても、大変らしいですよ、本当に。霊感がある人に、してみれば、気づかれると、その霊にね、気づかれると、自分のことを認識してもらえるだと思って、ずっとついてこられるらしいんですよね。で、大半の方は、霊が見える人って、大半の方は、除霊とか、どっかに、お寺さんにいて、お経を唱えるとかっていうのができない方が多いので、どうしても、抱え込んでしまう。よくわかんない霊にね、取りつかれて。で、そういう霊障じゃないけど、悪いことが起きてしまうっていうことがあるんで、気づかれる前に、自分が気づいてね、わかんない、私がわかりませんっていうような感じで、やった方がいいですよって。本当にどうしても、分かってしまうとなると、本当にお守りとか、お札とか、そういうので、お札に語りかけて、力を貸してくれと。この人をどうにかしたいんでっていう感じでね、やっていけば、いいらしいけど、そのパワーがなければね、どうしようもないんだけどね。本当に、私もね、そういう能力はないとは思うんだけど、
どうなんだろう。あのないと感じてるだけで、まあもしかしたらあるのかもしれないんだけどね。まあ本当に勘違いなんだと思うんだけど、なんかなんか嫌なーって思う時ってあるじゃないですか。まあ予感とかね、まあ気のせいの部分はあるんだけど、まあ本当にそういう時はいや私そういう条例とかそういうのできないんで、ここに来られても困るから他のとこに行ってくれっていう心の中でね思ったりとかするし、うちの自宅のところに仏壇があるんで、どうしようもないから、私にはどうしようもできないから、その仏壇のところにね、なんかに入って多分あの世とこうつながってると思うから、仏壇なんかに入ってあの世に行ってくれとか本当に適当なことを言って、いや何もできないから、もう他のところに行ってくれとか、能力がある人のところに行ってくれとかっていうようなことを言って、言うと、まあ本当になんか軽くなっている感じがする。まああくまでもこれがね、私がそう思っているだけの話で、全然ね、その、なんだろう、その能力がある方にしてみたら、いや、それはもっとやばいやつでしょ、みたいな、余計なことしないで、みたいなことを言われそうな感じのものだったりするだろうからね。本当に失礼な話なんだけど。まあ本当に怖い話をとかのそういうものを見に行くときは気をつけた方がいいですよっていうのはね、よく言われてますよね。怪談話。そういうのをしていると、まあ、寄ってきちゃって。で、結局、その、寄ってきたものに取りつかれるじゃないけど、そういうことするんで、しない方がいいですよとか。まあ、そういう怪談話がやってるところは基本的にお祓いをしているということで、まあとりあえず安全ではありますね。そういう稲川淳二さんだったりとか、まあ、番組なんかでもそういうことでねやったりとかしてて、まあ事前にそういうことをやってるんですよっていう話をねしてますけど、まあそれはね、神社のことなのか、まあそういう霊能師の人に聞いてみてるのかわかんないですけどね。ね、松本さんもね、そういう霊能者って言われる人たちに、危うく、なんかよくわかんないことに取りつかれそうになったとか、取りつかれそうっていうか、よくね、風水師のことしか聞かない人っていると思うんですけど、もうね、そういう人みたいな感じになりそうだったんだけど、気づいて、その前に気づいて、ああ、この人のことばっかり聞かなくてよかったって思って、安心したっていう人もいるしね、なんかテレビとかで言ってましたね。皆さんどうでしょうか。私はね、本当にそういう霊能者というか、そういう能力を持っている人って、まあ、周りにないんで、まあ、見つけようとしてないだけの話だったりとか、まあ、そういう人たちのお店に行くっていうことが、まあ、あんまりないんで、まあ、関わりがあるかどうかっていうのはないんですけど、だったらね、どうなんだろうね。まあよくそういう能力のある人の近くにずっといたりとかすると、見えない人でも見えてしまうって言いますよね。
皆さんどうでしょうか。もしよろしければご意見いただけたらと思います。